はい、ということでね、まあ、これ、昨日のニュースですね、すいません、ちょっと、昨日は、こっちのね、今日の、デモの前の対応とかね、いろいろあったんで、ちょっとね、なかなかこの話題にタッチできなかったんだけど、国会でですね、NHK 党の浜田、議員がですね、まあ、そのガーシーさんの除名処分についての、まあ、弁論をしたということで、まあ、これがいろんなところでジュースになってますね。で、まあ、僕もテレビ全然見ないですけど、テレビとかでも結構この件報道されたみたいで、まあ、それも結構だから割と、まあ、偏ったというか、楽天のその、まあ、三木谷のその、まあ、インコパーティーの話だとか、その、綾野剛さんの、まあ、未成年飲酒の話とか、まあ、そういうところを報道するんじゃなくて、まあ、その、まあ、ガーシーさんをなんか、まあ、とにかくもう、除名するみたいな、まあ、そういう前提でその都合の悪いところは全然放送されなくて、で、あと、まあ、コラボ問題とかについてもガーシーさんがいろいろ意見書とか出してるのとかも全然報道されなくてみたいな、まあ、っていう、まあ、そういう状態だったみたいですね。まあ、まあ、だから YouTube ではそのね、浜田議員がそのままね、まあ、答弁の様子とか、YouTube に上げてるから、まあ、それを見ればね、一部始終がわかるんだけれども、まあ、なんか、いろいろ、まあ、他のね、まあ、政党の人たちが、れいわ新選組だけが、その、まあ、ガーシーさんの除名についての、まあ、その、まあ、賛成反対みたいな、議決に、まあ、その、棄権したみたいな話とかもあったりとかしたんだけども、まあ、他のね、政党の人たちはもう、まあ、ほぼ全員、まあ、除名に、まあ、賛成と、まあ、いうことみたいですね。除名してから、陳謝か。陳謝しなかったら除名みたいなね。まあ、わかんないけど。で、一応、まあ、ガーシーさんはそれを受けて、まあ、帰国しますみたいな、まあ、ことを話してるんだけど、まあ、その、このね、帰国したら、まあ、僕はね、前から、その、まあ、この問題について何回か取り上げてるけど、まあ、その、僕はもう、ガーシーさんが帰国した瞬間に、第二の星野ロミ状態になると思うんで、星野ロミさんみたいな感じで、もう空港でもバーって、捕まって、とにかく何かしら理由をつけられて逮捕されると思ってるんで、まあ、帰ってきたら多分もう除名運転の前に多分もう逮捕されて、そのまま実刑になるというふうに僕は見てるんで、まあ、そうさせたいのかなと、まあ、いう、まあ、意思を感じますね。で、まあ、どうなっちゃうのかわからない。もう、それはもうガーシーさんがそれでも逮捕されても帰るって言うんだったら、まあ、帰ってくるだろうけど、で、それで、まあ、逮捕されて、それで、まあ、実刑になって、まあ、その、どれぐらい、刑務所の中にいるのかどうかわかんない。まあ、その、昔のね、ホリエモンとか、青白路の時みたいな感じにね、まあ、なるのかもしれないけど、っていうことにね、まあ、おそらくもしかしたらなるのかも、まあ、知れないし、まあ、その、立花さんの方が、まあ、それでもちょっと、まあ、不当逮捕になってしまうから、ちょっと帰らせられないっていう方向で、まあ、除名になったとしても、まあ、その、逮捕させないっていう、まあ、方針するのかね、どっちなのか、まあ、ちょっとわかんないところではあるけども、まあ、そういう感じで、まあ、とにもかくにも、まあ、その、国会議員を辞めさせるか、もう、逮捕させるか、まあ、どっちかに、まあ、しようとしてるみたいな、まあ、意思を、感じますね。で、まあ、もう、僕はもう、この、ガーシーさん問題についてはもう、ずっと前から言ってるように、僕はもう、断固としてガーシーさん支持です。まあ、なんでかっていうと、有権者として、まあ、ガーシーさんに投票したっていうのも、そうだし、あとは、まあ、自分がね、こうやって政治をやるようになって、やっぱ政治家としてのね、意見として言うんであれば、やっぱりその、もう、圧倒的に、まあ、その、今の既得権益を持ってるその政党とかね、まあ、そういった勢力から、まあ、こうやってその恣意的に、まあ、潰されるわけですよ。で、政治ってやっぱりその投票だけがね、その、まあ、公平であって、投票数だけが公平なんだけど、まあ、それ以外のこととかはもう裁判とか他でも何でもそうだけど、全然公平じゃないんですよ。まあ、この日本って国は全くもって公平じゃなくて、例えばその公明党ね、公明党の人たちがね、昨日か、初めて見たけど、その今のね、その政治活動、誰もやってないですよ。もう一人だけね、この前港区の候補者の人が、その僕が披露宴行った時に、いたけど、初めてですよ、見たの。他の政党の人とかは、ちょこちょこね、いろいろ街頭演説とか今の時期からね、投票の2ヶ月以上前だけど、やってるけどさ、公明党って基本的にその、まあ、街頭演説とか、まあ、やらないのよ。で、やらなくてもその創価学会の信者がやっぱ、いるから、だからもう当選できるのか決まってるからやんないわけよね。で、まあ、直前のその選挙期間中になったらやっと出てくるみたいな、そんな感じらしいけど。で、あれですよ。で、ロボットみたいなね、候補者ね、ライブのアーカイブ残ってるけどさ、で、そういうなんかもう、ロボットみたいな人が自動でオートで当選するみたいな、そういう仕組みが出来上がっちゃってるわけですよね。でも、だからその、今までの、公明党に入れてた人が、もうそのままだからオートで繰り上がるみたいなね。だからもう何にも変えられないわけですよね。っていう、なんかその何にも変えられないような状態にあったね、この、まあ、日本の政治を動かしてくれたっていう意味では、やっぱりそのガーシーさんが今議員をやってることっていうのはとても大きな意味があると思ってるし、で、コラボ問題とかね、他の党が全然追及しないとかにもちゃんとね、こうやって追及したりとかしてるし、そう、仕事をしないっていうのはそれは嘘だよねっていうふうに、やっぱり思うわけでございます。それをだからとにかく、まあ、なんかいろんな、公職選挙法とかね、あともう古いから法律が全部、そう、そういった古い法律を、その、あと、まあ、適用して、それ何とかして排除しようみたいなね、まあ、ことをやってるのを見てね、やっぱり僕もやっぱりもし自分がその、渋谷区議会
議員で当選したとしたら、こんな感じで多分強いだけられるのかなってやっぱ思うわけですよね。で今の現在のその渋谷区議会議員の面々を見ても、やっぱその自民党だとか公明党だとかやっぱすごい多いわけですよ。もう既存のね、大政党の人たちが多くて。で、これちょっとまだ編集出てないんだけど、草加市議会議員のその河合祐介だったら、河合祐介さんっていう上下議員の人と対談したんだけど、やっぱり無所属の人ってやっぱはぶられるらしいんですよね。いろいろ区議会の中で。なんか委員会って言って、なんかそのいろんなね、仕事をする、まあ、なんか、組織、なんか、委員会、まあ、横割りの組織みたいなのがあって、それに入れてもらえないみたいな。で、まあ、草加市とかは、まあ、公明党がめちゃめちゃ多いから、まあ、そっちの人たちが、運営を取り仕切っちゃってて、結局、だから仲間に入れてもらえないみたいな。多分僕もそうなるんだと思うし、だからカルト宗教からね、国民を守るととか言って、カルト宗教、まあ、統一教会とか公明党とかから支援受けんなって言ってるような人間が絶対煙たがられるじゃないですか。っていうのが多分予想できるんで、当選ね、したとしたら、そうなるってことがわかるんで、だからそのガーシーさんがこうやって、まあ、いろんなね、まあ、難癖つけられて、まあ、除名されようとするのを見たら、なんか僕のね、今後の活動にもね、これは影響が及ぶことだと思って、こうやってね、マイノリティっていうか、その少数派だからって言って、排除されてるってことの前例を作っちゃうわけだから、これはね、なんだろう、まあ、これ結局やられちゃうのかどうのか分かんないけど、これは抗わなきゃいけないことだというふうに僕は思うので、断固としてガーシーさん支持ですという話です。で、まあね、やっぱりこうやって YouTube で動画上げることしか僕にはできないんだけど、他にもね、ちょっとできることがあるかなと思ったんで、ね、それをね、皆さんに紹介します。はい、こちらですね。はい、ガーシーさんのこの除名に反対する署名です。はい、これね、今ちょっと、前も統一教会のね、解散の署名とかやったけど、まあ、それと同じようなサイトで、一応今こういうのかやってます。で、私もね、これ署名、まあ、しましたんで、はい、これね、皆様ぜひ、何かね、これで何か変わるかわかりません。何か変わるのかわかんないけども、でも一応ね、まあ、この僕が今日、今この動画で言ったことに同意していただけるんだったら、ぜひ署名していただければなと思います。あともう一個、はい、もう一個、はい、これですね。はい、新しい本が出ます。で、これ、ドバイに行った時に、まあ、この、本のね、取材とかしてて、これ、バースデーの時ね、僕が、行った、その10月の、去年の10月のバースデーパーティーの時の写真が使われてるんだけども、まあ、まあ、死なばもろとも、とはまた違った切り口で、まあ、ガーシーさんの、まあ、ドバイに、での生活みたいな感じで、周りに集まっている人がどういう人がいるのかとかね、まあ、そういった裏側とかをまあ、書く本みたいなんですけども、この本が出ます。この、伊藤義之さんという方、僕もお話しさせていただきました。もしかしたらね、内容まだわかんないんだけど、僕の話とかももしかしたらちょっと出てくるかもしれないんで、ぜひね、この、この悪党潜入300日ドバイガーシー一味、ぜひね、ご購入いただければと思います。はい、リンクを下に2つとも貼っておきます。はい、ということで、まあ、ガーシーさん周りもかなり激しく、動いてきてて、で、一昨日かな、一昨日そのお店にね、3代目に立花さん、NHK 党の立花さんが来られたんだけど、まあ、結構話を聞きました。だけど結構やっぱもうこれかなり難しい状態みたいで、その難しいとかもいろんな人間がいろんな方向から絡んできてるから、で、楽天の、まあ、三木谷訴えたのとか、綾野剛さん訴えたのとか、まあ、そういうところとかでも結構割と周りに、の人間関係とかでね、割と、まあ、祖国が出てるというか、まあ、結構揉め始めてるところがかなりあるみたいなんで、これかなり大変なことをね、今、立花さんがやってるっていう話で、うん、だから僕が何ができるかって言ったらわからないんだけども、何かね、ちょっと応援できることがあれば、やっぱりそれはね、僕もやっぱりその渋谷区議会議員になった、なったとしたら、その後にね、まあ、こういう感じでなんか都合の悪いことをね、公明党と絡むなとかね、統一教会とか絡むなとか言ったら、なんか変な難癖つけられて除名されたりとかね、まあ、スーパークレイジー君とかもそうだったみたいですね。やっぱりその、当選無効になったのとかも、公明党の人がね、ギリギリで落ちちゃったから、後からその居住実態がないっていうのに突っ込まれたらしいんですけど、僕はね、だから居住実態のところは、こうやってちゃんと渋谷区に住んでね、ちゃんとしっかりとやるように、まあ、してますけど、まあ、わかんない。何言われるかわかんないからね。そう、まあ、そういうところで、何かしらの形で、まあ、例えばなんか、まあ、冤罪とかね、なんか、嫌疑をかけられて、まあ、除名されるとかね、もしかしたら僕もあるかもしれないんで、これは他人事じゃない話なんで、ぜひね、皆様、このガーシーさん問題についてはね、興味を持って見ていただければと思います。僕はもう断固としてガーシーさん支持です。もちろんね、反対の意見の人もいると思うんで、それはね、コメント欄とかに書いてもらえればと思うんですが、僕はやっぱり政治家の立場として、これは、断固として反対なので、はい、ぜひね、同意していただける方はね、署名していただけたりとか、あとはこの本をね、買っていただけたりとか、していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ガーシーさん問題について、すいません。本当はこれ、昨日上げるべき動画だったんですけど、バタついてたんで上げれなくてすいませんでした。この問題については僕のスタンスは以上、そういう感じです。皆様のご意見を、ぜひ、コメント欄等で聞かせてください。よろしくお願いします。